さみさん、福井大学行ってみたいと思います。今日の調布の全体像はこちら。記述説明と内容1。で、ちょっと皆さん、これ問題多いので、これ全部やってるとですね、視聴時間が長くなってしまって、皆さんご覧いただけないので、問いの1番から問いの5番。これを一緒に頑張りましょう。さみさん、まずはこちらの説明の指示の一読だけお願いいたします。さみさん、注釈は1箇所だけついておりまして、皆さん、こちらの単語。上院議員ですからね。 れさん、まずは問いの一番でございます。皆さん、説明の指示に第1段落から第3段落と書いてあるので、まずはここを一読していただいた後、この指示に従って考えていただけると OK です。で皆さん、これも回答欄を満たす程度と書いておりますが、だいたい75前後。それを見やすに考えていただけると OK です。では、一読していただいた後、検討をお願いします。ません、下線部 A でございますが、安優勝。まあ、普通と違う。 でその経験が一体どういうものなのか。で、下線部の右側読んでみると皆さん1年間を分けてますよね。で分けることによって皆さん風景が違うと。で、皆さん1年をどういうふうに分けてるかというとまずは8ヶ月。そして第3段の国に残りの4ヶ月。で、皆さん読んでいただいて分かるかと思いますが確かにここの文章とこっちの文章。風景が違いますよね。で、皆さんその8ヶ月はまずワシントン DC。都会に暮らしてるんですね。 で、具体的には、というためさん、小さなアパート。まあ、ホテルとも言い換えられてますよね。で、第二段落では、その小さなアパートでの生活。それが、皆さん、事細かに書かれてるだけですね。で、皆さん、それと対比する形で、皆さん、4ヶ月間は、皆さん、こっちですよね。まあ、特に、大きな農場って書いてますね。ですから、都会であるワシントン DC では小さい。で、一方、テネシーでは大きい。小さいアパートと、大きな農場。 ですがその関係を考えると皆さんこちらが都会であればおそらくテネシーは田舎なんでしょうねですが都会と田舎での生活これも皆さん2セッティングス2つの環境しかも毎年毎年と書いておりますのでバッチリですねですが皆さんの回答と見比べていただけると OK ですがまずはこの三角括弧そしてこの棒線そしてこちらの波線ですねもちろんこちらの第三段落もそうですが3つのポイントそれが入っているかどうかを確認していただけると OK です ですから模範解答はこちら1年のうち8ヶ月は小さなアパートで暮らす一方残りの4ヶ月は大きな農場で暮らすという真逆の生活を毎年送っていたという経験みたいな感じで書けてあれば OK かと思いますでは確認が取れましたら次の段落へ行きますね <music> さあ皆さん続いて第4段落でございます皆さ注釈が1箇所だけついておりましてこちらの単語ありきたりのもの でそれを踏まえて一読していただいた後こちらというの2番検討をお願いしますさあ皆さん理由でございますが次の文章を皆さん呼んでいただいて特に皆さんこのコロンの右側で皆さん話が具体的になってますよねで皆さん河部一番最後のオンザファーム「on the farm」農場での生活の様子が皆さんこのコロンの右側以上三角括弧で統一いたしましたが皆さん言い換えられてますよね柔らかい草で広がる空ですね で木々が揺れて皆さんも冷たいとつまり自然に囲まれた様子がうかがえますだって皆さん河川部真ん中あたりですがチェリッシュ、まあ、大事に育てる大事にするという意味ですねですから農場生活を大事にしている前向きに捉えている様子がこの辺りに皆さん描写されてますね呼吸をするんですが自由惜しげもなく皆さん呼吸できるんですねで自分の肺に皆さん新鮮な空気素晴らしい空気を吸い込む まま深呼吸している様子かと思います。でそれは皆さん文末ですね d c ということですから皆さんワシントン d c 都会の中ではできないことですから自然の中に囲まれた農場での生活を前向きに捉えているとですからあとはこの三角括弧とか四角括弧この辺りが欠けてあれば OK ですねでは模範解答でございます農場で暮らしていると周囲に自然があり新鮮な空気を惜しげもなく吸い込むことができるのだが それは都会ではできないことだったから。みたいな感じでまとめてあるとよろしいかと思います。で、それを皆さんの回答と見比べてくださいね。さあ皆さん続いて第5段落でございます。今度は下線部水との4番でございますので、一読していただいた後を検討をお願いします。で皆さん河川部水1とでございますので、皆さんその直前の表現ですね。単数名詞というところから that separation セミさん、しかもザットと書いておりますの、ね、で、さらに一つ手前に戻すと、皆さんこっちですよね。皆さん、separate という単語で書いてあるので、皆さんこれは大丈夫かと思います。ですから、回答に盛り込むところはこちら。自然から離れた暮らし、もしくは自然とはかけ離れた都会での暮らし、みたいな感じで書けてあれば OK です。では、次の問題へ行きますね。セミさん、こんな問いの3番でございます。 で説問の指示に第1段落から第5段落と書いてあるんですが、現実この第4段落と第5段落、この2つの段落で解けるかと思いますので、もう一度一読していただいた後、検討をお願いします。さんどの選択肢を見ていただいても、まず前半がワシントンでの話。つまり都会での話ですね。で、都会の話、ここに書いてますよね。ホテルのアパート。で、そこで皆さん、幸せではなさそう。 どっか言ってますけど皆さん、次の文章を we did。肯定されてますよね。ですから、現実幸せだったということがわかります。ですから、ワシントンのことを皆さん、マイナスに受け取ってる選択肢の A と C は×。あと、皆さん、残った選択肢 B と D の違いですが、田舎のテネシー。そっちの方がいいのか、ワシントンの方がいいのか。と言われた皆さん、この第四段落でいけますよね。皆さん、わかるかと思いますが、農場。テネシーの方を大事にしている。 で、第4段落、分末のところでは皆さん、ワシントン DC ではできなかった。ですから、アルゴアさんは、どちらかというと皆さん、田舎の生活の方がお気に入り。ですので皆さん、テネシーよりもワシントン DC と言っている選択肢の D は×。ですから、田舎の方を好んでいる選択肢の B が正解ということでよろしいかと思います。<music> さあ、続いて第6段落でございます。ここは説明に絡まないので、一読だけお願いいたします。 で、ちなみに注釈はこちら一箇所、地形ですからね。さあさ次の段落でございます。ここは後で質問絡みますので、皆さん注釈。これを参考にしながら、まずは一読だけお願いいたします。さあ皆さん、問いの5番でございます。皆さん、質問の指示に第6段落から第7段落と書いておりますが、皆さん、現実この第7段落だけでいけますので、選択肢の検討をお願いします。 まず、説明の指示でございますが、筆者の父が筆者に対して、で、教えたと書いております。皆さん、該当箇所、ここですよね。で、皆さん、読んでみると、皆さん、最も小さな始まり。で、皆さんが選んでいただいた選択肢にも、皆さん、小さい。そんな話がありましたね。で、次の文章中にも、教えたお話が書いております。で、皆さん、これも読んでみると、小さな小川と書いてますよね。で、それがどうなったかというと、皆さん、能力を奪い去る。で、皆さん、次の文章中にも、教わったことが書いてますよね。 で、読んでみると皆さん土地に害を与えるダメージを与える話になっておりますで、文末にも何にも育たないマイナスの表現ですねで、ここまで来ても選択肢一発ですよねそうです選択肢は C マイナーイベントさあこれが皆さん小さいお話に繋がりますよねそして皆さんこの辺りで Serious Problems 深刻な問題マイナスの話はこの辺りにしっかり書いてますよねですから選択肢は C で正解ということでよろしいかと思います